こちーです今回は日本時間の今朝方に終わりましたチャンピオンズリーグのラウンド16ファーストリーグアンフィールドで行われましたリバプールとリアルマドリーのパルティダストを1一番についてお話ししたいと思います結果はなんとなんと2対5アンフィールドでマドリーが歴史的な逆転勝利を収めました 試合の寸評分析の前に、まずは、えー、昨日試合当日に、えー、お亡くなりになった、レアル・マドリーの名誉会長、そしてレジェンドであります。まあ、マドリーの7番のね、系譜を作ったと、えー、言っていいレジェンドだと思いますけれども、アマンシオさんが去年83歳でお亡くなりになりました。それに伴い、キックオフ前、アンフィールドで、えー、1分間の黙祷がアマンシオさんに捧げられましたけれども、 まあしっかりと、えー、黙と静寂を作ったアンフィールドのコップリバプールサポーターには改めて敬意を表したいと思いますし、まあ、本当に拍手ですね素晴らしいです、まあ、そしてなんと、えー、キックオフ前にはリバプールから、えー、レジェンドのケニー・ダグリスさんそれからクラブ幹部のビリー・ホーガーさんのお二人がアマチュアさんの生協を悼んで、まあ、なんとゴール裏のマドリースタの前に いい喧嘩をするという素晴らしいアクションをね、えー、起こしていました、まあ。クラブとしてこうした、えー、行動を迅速に取れるところがリバプールがリバプールたるゆえんかなと思いましたし、まあ、しっかりと、えー、1分間のね、黙と静寂を作れたアンフィールドも、まあ、だからこそ This is an フィールドなのかなと本当に思いましたので、リバプールというクラブのそしてコップの、えー、リバプールサポーターの、まあ、紳士ぶりをね、改めてまざまざと垣間見せられた、 えー、この試合なんじゃないかなと思いますし、まあ、この試合展開スコアで大逆転ですから、まあ、試合終盤に例えば荒れたりとか、まあ、あるいは諦めて、えー、もうスタンドから帰って帰宅の途についてもおかしくないんでしょうけども、逆に試合終盤、ゆるネバーボクアローンをね、えー、スタジアムにこだましたりというところで、まあ、本当に え個人的にもグッと来て感動したなというような朝でしたので、まあ、改めてリバプールのクラブとしてそれからサポーターの皆さんの素晴らしい実質的な行為に拍手を送りたいと思います試合の振り返りに戻りますけれども、えー、今日はまずは、えー、資料チームのスタメンを確認して戦術的なポイントを見どころ多々ありましたので、えー、確認をしていきましょうはい、えー、まずはホーム左、えー、リバプールですけれども、えー、直近の週末の入荷する戦でファンダイクが戻ってこれたという意味ではディフェンスライン、まあ、まだコナテがいないんですけれども えー、ファンダイクの復帰は大きいなというような、えー、433の夫人でした。もちろん中盤でチアゴがいない、前線でルイス・ディアスがいないというところはありますけれども。 えー、戦争の厚みがあるチームですのでこのメンバーで、えー、クロップカント組んできましたゴールキーパーアリソンディフェンスライン右からアレクサンダーアノルド、えー、ジョー・ゴメスとファンダイクのセンターバック左にロバートソン、えー、中盤ピボーテにファビーニョが入ってインテリオルはヘンダーソン右バイチェティッチが左、えー、前線は右からサラー・ガクポーダルウィン・ヌネスのスリートップでした一方のマドリーですけれども、まあ、試合当日にクロースがチームに交流できたというところで、まあ、この試合ね最終的には87分から交代で入りましたけれどもフェルラン・メンディーが がチュアメリカンインフルエンザの症状で、えー、まだね体調不良ということでこの試合は欠場となりました、えー、433こちらの夫人でしたゴールキーパークルトはディフェンスライン右からカルバハルミリトンリュディガーアラバのバック4、えー、ピボーテニカマビンガが入りバルベルデ右左に戻り地のインテリオル前線にロドリゴを使ってきましたまあ、ここに関しては試合前日の会見でアンチョルティ監督にも、えー、ロドリゴで行くのかそれともバルベルデをここに使ってまあ、中盤をね、えー、結果的に4枚にするような、えー、守備的な厚みのある、えー こう人生にするのかどちらにしますかというような質問が出ていて、アンチロッテ監督、苦笑いしながら、試合当日まで、最後まで。 そこはね、えー、悩みたいと、えー、試合当日に選ぶと言ってましたけれども、えー、思い切って校長のロドリゴを使ってきました、えー、前線にベンゼマ左にビニシュスというような並びでした、はいまあ、キックオフから15分間は本当にリバップルが非、まあ、保持ハイプレスハイラインで間取りを追い詰めましたし結果的に2点を取って完全に断然に有利な試合状況を作りましたので、まあ、やはり4-3-3で相手の、ね、フォーバックに対してのハマりは悪いんですけれども、まあ、全体としてダイナミックにスライドしながら、まあ、縦も横も横スライド ししながらのハイプレスはは、まあ、序盤は本当に圧巻でした、まあ、立ち上がりキックオフ直後に、まあ、リュディガーがこういうところで、ね、ボールをえー収めて、まあ、カマビンガにつけるというタイミングでもしっかりとファビーニョがここまで顔を出してましたし、まあ、それによってミリトンにも出すんですけれどもそこにダルウィン・ニュネスがもう詰めていて、まあ、例えばここのところでロバートソンが基本的には、ね、ダイナミックに縦スライドジャンプをしていっていいというような、まあ、戦術的なルールかとは思いますけれどもちょっと距離が長くて最初のタイミングはカルバハルに行った時には。 まあそこは中盤のバイジェティッチがまあバルベルでのえパスコースを消しながらまあこういう形でプレッシングかけてましたのでまあ当然そうなると球の出所はどんどん塞がれていきますのでまあマドリーとしてはまあ当然ねこういうゲートのところをうまく射抜いて通していけばプレス回避できるんですけれどもまあ序盤に関しては本当にもうアップアップでなかなかボールが え中盤からのプレス回避で前進できないと、まあ、どうしても横パス、バックパスが多くなってくるとわから蹴り出すと、まあ、蹴り出すところは当然、ビニシウスを狙うんですけれども、えー、長めのボールであれば当然、弾き返されますし、まあ、ビニシウスに対しての上後メスもかなり、ね、タイトに、えー、右寄りのポジションを取ってましたので、まあ、なかなかうまく収められないということで、まあ、序盤は完全にリバプールペースで試合が進みました。まあ、立ち上がり早々の4分の得点は、まあ、右に張ったサラーがカットインしてからのところで、まあ、見事なスリー。 ルーパスをダルウィン・ニュネスに入れてと、まあ、ニュネスの、えー、中への入り方も非常に良かったですし、まあ、そこで、えー、バックヒルで、えー、しっかりと、えー、シュートを決めてというところでしたが、まあ、そこで言うと序盤から、えー、左サイドバック、アラバの対応が、サラーに対してなかなか体重うまく作れなかったですし、まあ、結果的に開始早々の27分になじょっと変わるわけですけども、やはりコンディションが悪いのかなというような、えー、アラバの、えー、ちょっとひどい対応と言っていいと思いますし、まあ、そこのスペースをうまくリバプールはついていこうとしたかなと。 まあ、カマビンガもなかなかね、そこまで早く戻せてませんでしたし、まあ、序盤はもう圧巻の、A、4局面の敵陣での回し方、その中でもボールの保持でもしっかりトリバプールは配置を取ってましたし。 やはりまあヘンダーソンの絶妙なポジショニング、まあ、ここのハーフスペースのポジション取りが非常に効いていたかなと思いますので、まあ、もちろん、マドリーの非保ジもしっかりとまずは中盤の3枚を揃えて、まあ、そこにロドリゴーとしてのまあ4四4に、可変の4四4に、あるいはビニシウスをしっかりとアレクサンダー・アノーノルドの対応させての4あ5五1のような非保ジの局面は想定していたと思うんですけれども、まあ、立ち上がりはかなり。 ビニシウスがね、こう攻め残りするところを逆に突かれましたので、まあここの運び出しから、えー、どうしてもモドリッチもちょっと伺おうと出ますので、まあそのタイミングでこういうところにスパーンとね、こう入れられて、ヘンダーソンやサラーやアーノルドが、まあこの内側のところで結構起点作られたなと、まあファビーニョも一歩受けましたかね。えー、まあそういう意味では、 リバプールが、えーまあ、ビニシウスがね、攻め残りしてそこまで引っ張られて守備に戻ってこないというところを逆手にとって、まあ、うまく、えー、保持でも優位性を出したかなと思いますし、まあ、そこで言うと、まあ、結果的にこのバルベルデとモドリッチの配置は、まあ、後半スタートからではなくて、後半の54分にアンチロティ監督が配置変えたんですけれども、まあ序盤から このシステムでロドリゴで行くんであれば、えー、モドリッチを左ではなくて右でバルベリで守備にいーまあカバー広いカバー入りを、ね、作れるバルベリでに置いた方が良かったんじゃないかなと思いますので、まあ、そこに関しては、えー、序盤15分のところはやはり、まあ、結果的には 2−5 で大逆転したので結果オーライなんですけれども、まあ、ゲームプラン、人選システムそして選手の配置のところではアンチロティ監督の読み違いがやはりあったんじゃないかなというふうには見ました。まあ、先に後半の戦術的なポイントも解説しておきますけど 後半、マドリーあ開始早々、後半開始早々、フリーキックからミリトンがゴ、ね、ールを決めて2、3にして以降はマドリーが え引き込む形での4 5 1でのオーガナイズでしっかり守備セット、カウンター狙いに徹底できましたので、まあ、そこからは間取りが安定した戦いぶりで、後半は圧巻の間取りの内容だったんじゃないかなと思います。まあ、その意味では、えー、先ほど言ったように、54分あたりにバルベルデとモドリッチの配置を変えて、えー、バルベルデが左に来まして、モドリッチが右に入ったと、まあ、それによって、フェンダーソンの進出鬼没の、えー、内側のハーフスペースのポジショニングを抑えることができましたし、まあ、あとはビニシウスが、えー、攻め残りして、アーノルドが。 え早く上がってきたときに素早く捕まえるということもできるようになりましたし、まあ、あとは前半、まあ、怪我の巧妙になるかと思いますけれども、まあアラバに代わってナチョがここで入りましたので、まあ、サラーが持ってもえタイトに、そしてまあサラーがねこう内側にカットインしてもナチョの利き足の右でえ対応できますので、まあ、その辺でいうと、まあ、サラーの個人での質的な優位性をかなり封じ込めることができましたので、まあ、スタートからナチョでよかったんじゃないかなとも思いますけれども、えー、アラバが、ねえー、怪我で残念ながら変わってしまったことが 逆にマドリーにとっては、えー、プラスの材料になったかなというふうには思いますまあ、あとはマドリーが日保持でこうして構えたときにはまあ、もちろんカズミルはいなくなってるんですけれども 前向きな守備を作れますので、ま,あ、まさにそれが、まあ、モドリッチが、ねえー、絡んでの、まあ、スローインからの形でしたけれども、ファビーニョのボールをかっさらって、モドリッチがスルスルと抜け出してのカウンター、まあ、2、3を作りましたよね、まあ、モドリッチからビニシウス、そして、えー、ベンゼマに出しての、えー、ベンゼマが、まあ、ゴールキーパーも抜いてのシュートを、ね、こう決めましたけれども、まあ、ああいう形、カウンター狙いのところを徹底できる意味でも、この、えー、4、5、1の、えー、ソリッドな、まあ、かなり、ね、ローブロックではありますけれども、まあ、基本、間取りの非保持はハイプレスがありません。 からまあ、この守備を、えーまあ、序盤からやってもよかったと思いますけれども、まあ、2、3というゲーム展開になって、ちょっとリバプールに焦りが見えると、まあ、逆にマドリーは精神的な余裕もできましたので、まあ、構えて、伺って、まあ、しかも、ねえー、ボールホルダーをしっかりと自分たちの前に置くことができて、まあ、前向きな守備をモドリッチやバルベルデが作ることができてましたし、まあ、あと今日に関しては、この中盤の3人、モドリッチ、カマビンガ、バルベルデが抜群に良かったなと、まあ、この中盤の3人のフィルターのところで、 えー、後半はもう圧巻の圧倒の、えー、中盤の支配力を。 まあ出してましたし、まあ、守備で立ち位置をとってスペースを消して前向きな守備を作るアクションそして奪い切るところはもちろんですが、まあ、結構横にも振られてましたので、まあ、モドリッチやバルベルデがまあこういう形で横スライドしながらでも縦のねパスコースを消しながら見事な守備をしてましたし、まあ、逆にボールを奪った、えー、タイミングでのトランジションでは、まあ、相手が近いですから、まあ、どうしてもえそこをうまくいなしていくプレス回避していく必要がありますけれども、まあ、そこに関してもこの3人見事だったなと。まあ、ドリブルでカマビンガなんかはそこの極 面を自分でドリブルでぐるぐるっとね、えー、ゴリゴリっとこう持っていける推進力、それから潜り込むドリブルのところは、まあ、ちょっと強めにとか風見色にはない形なんですけども、逆にそこがピボーテとして抜群にトランジションでも優位性を出せるような状況を作ってましたし、まあ、モドリッチはもう言わずもがなですけれども、まあ、局面局面でことごとく相手をね、剥がすようなワンタッチでの見事なパス差し込んでましたし、まあ、バウルベルデに関しても、だいぶコンディションを上げてきましたので、まあ、やはりクラブワールドカップのところが分岐点でもうコンディションはほぼ 安全になったかなと思えるような。 今日の素晴らしいパフォーマンスだったと思いますし、はいまあ、マドリーからすると前半14分までに2-0というスコアにされしかも2失点目はクルトアがまさかの、えー、ミスからの、ねえー、失点でしたから、まあ、精神的に相当なダメージがあったプラスあの、えー、リバプールの序盤の、えー、ハイプレスですから、まあ、本当にストーミングで抑えかかるような、えー、非保持のプレッシング作ってきましたので、まあ、そういうアップアップな状況の中でやはり流れを変えたのはビニシュスかなと、まあ、あの20分のゴラストで、えー、マドリー一気を吹き返しましたしもうビニシュス がこの力で、えー、しっかりとリバプールに戦えるようなメンタリティそしてニースという得点差を、ね、こう作ったという意味では世界的なクラックになったなと思いますし、まあ、試合後、アンチロッティ監督も、えーまあ、現時点でビニシウスが最も、えーね、決定的な仕事ができる世界最高の選手だという褒め言葉を、ね、出してましたけれども、まあ、やっぱりビニシウスの影響で後半、えー、リバプールがなかなかラインを揃えてプッシュアップできなかったですよね。まあ、それによっててラインンののスススペーがが空いてくるのでで、まあ、ベンゼバがポストプレーで できるようなスペースが生まれたりあるいはカウンターのところで逆にリバプールが、えー、中盤の選手が、えー、プレスバックで戻れないというようなシチュエーションを作りましたのでベ、まあ、ニシウス1人がいるだけでも,もちろんゴールとかアシストドリブルの突破相手にとっては、ねえー、直接的な影響を受けますので怖いんですけども、まあ、それ以上に彼のスピード裏抜けがありますから心理的にディフェンスラインを上げられないというところがリバプールでさえ え、後半出たなというところで、やっぱりビニシウス一人、ね、左サイドに置いとくだけで、これだけ状況、シチュエーション、サッカーが変わるのかというところを、本当にまざまざと見せつけられた、えー、ビニシウスの恐ろしさ、それから、マドリーからすると頼もしさを見せつけられた試合になったんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さらアプロクシマ。